橋田賞『スノーマン目黒蓮』『サイレント3巻に喜び』撮影期間は毎日いっぱいいっぱいだった SnowMan の目黒蓮が10日都内で行われた第31回橋田賞授賞式に登壇2022年に放送されたフジテレビ系ドラマ『サイレント』が橋田賞をはじめとする3冠に輝き受賞の喜びを語った。 橋田賞は一般財団法人橋田文化財団が主催している放送文化の振興工場などに寄与した番組や作品、人物を検証する賞。21年に95歳で亡くなった脚本家の橋田須賀子さんが理事長を務めていたため、受賞式は橋田さんの誕生日にあたる日に行われた。 メグロは、サイレントで聴覚障害者という高い表現力を求められる難しい役を演じきり、その繊細な演技に多くの視聴者が魅了された。放送など、ツイッターに関連ワードがトレンド入りし、最終回前からすでにサイレントロスする視聴者が続出するなど大きな反響を呼んでいた。また、NHK 連続テレビ小説、舞い上がれ。